はい、ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。昨日発売されたね、商品が、まあ昨日が撮ってる時点で今日なんですけども、これをね、流してる時にはもう昨日って言っていい時間になってるんですけども、大人気商品がね、売り切れてるってことで、ね、ちょっと情報をね、お見せしようかと思います。ということで、こちらこれ宝島チャンネルなんですけども、初代プレイステーションの原寸大マルチポーチ付きブラックバージョンですね。これ2022年6月13日発売で、税込み2068円税込み。まあ、これね、宝島社のね、サイトなんでね、まあ、売り切れてるのはまあ、しゃあないんだけど、これどういう商品かっていうと、まあ、プレイステーションのね、ポーチなんですよ。ポーチ。原寸大ポーチでね、こんな、まあ、ゲーム機としてね、まあ、本物に見えるかって言って見えるわけないんですよ、こんなの。だけども、こう並べてみるとね、なんか同じぐらい、本当原寸大だ、びっくりって感じになるというね。まあそういうやつで。で、開けると、なんかちょっとこう物が入れられるんだけど、まあ、ちょっとね、こだわってんならここの、CD のね、入る部分、ここだけパカッと開けばいいのにって思うので、まあちょっとそれだとポーチ使いにくいのかなってことで、まあこういう開き方になってるんですけども、で、チャックの部分ね、ジッパーの部分はね、プレイステーションのマークがこう入ってると。で、まあいろいろこういうような感じでね、グッズっていうか、まあ文房具入れてるけど、まあいろいろとこ入れて、まあ見た感じね、こう持ち歩いてうんぬんっていうよりは、なんかちょっと部屋に置いとくようなものだったのかな、この場合だと。まああと持ち運ぶにしても、なんかこうね、脇に抱えてとかいうよりは、なんかこう、ちょっと大きめのバッグの中に、ね、忍ばしとくような、なんかそういう使い方になるのかな、なんていうふうに思いました。まあそうね、だからまあ確かにこういう使い方はありなのかなってところですね。はい、ということで、まあこれ何かっていうと、まあここ数年ね、やっぱり本がね、本だけで売っても売れないから、なんかこうグッズをつけてっていうか、もうむしろグッズがメインだろうみたいな商売っていうのがあって、それで今回はこの本とポーチで、ここに書いてあるのはね、本誌限定アイテムとして初代プレイステーションを模したポーチが付いてきますって書いてあるけども、絶対価格的に言うとポーチがメインで本がサブの気がするんだけど、まあとりあえずね、本屋さんなのでね、本屋流通なので、まあちょっとそこのプライドみたいなのがあって、まあこういう感じの構成になっています。でちょっと読んでみると、1994年に発売されたプレイステーションと同じサイズで、懐かしのゲーム機がお部屋にあるような遊び心のあるデザインとなっています。内側はプレイステーションファミリーマークの絵柄、プリント入りでおしゃれな仕上がりに、ジップポケットもついているので、かさばりがちな小物やステーショナリーなどもスッキリ収納できます。とか、まあこんな感じ、まあいろいろ書いてあるんでね、概要欄の方でね、リンク辿ってみていただければいいんですけども、まあこういう商品がありました。で、これもね、一応ブラックバージョンって言ってるから、まあバージョン違いがあるんですけど、これ何かっていうと、こちらね、ブルーバージョン。まあこちらはね、まあ、一応通販に、宝島の通販の方に売り切れになったけども、最初から売ったかどうかわかんないんだけど、まあ見てみると、コンビニエンスストア限定販売で、ローソンとファミリーマートの方で販売されていたようです。はい。で、これがね、まあ、こういう商品って、やっぱりこう、人気のバロメーターってどこにあるかっていうと、転売屋なわけでメルカリですね。はい。で、メルカリ見てみるとね、まあさすがにね、売ってましたね。まあ正直言うと、その2000いくらでしょ?で、ちょっと厚みもあると思うんですよ。厚みがあるから、これこのままのサイズで送ろうとすると、違う、26.5 のサイズに、で、18.5 でしょ?高さ50だから、5センチだよね。5センチあると、多分メルカリとかで発送する、安い発送方法使えないんですよ。だ結構値段かさばる感じなんだけど、で、メルカリさん手数料あるでしょ?で、そうすると、この値段で儲かってるのがこの人たちだってところあるんだけど、どうなんだろうね。この発売日にさ、こう出して、これ何を、どういう感じなんだろうね。数百円の儲けのためにやってんのかね。まあ、正直ね、こう、まあでも一応なんかね、なんだかんだと転売屋さんがね、こう殺到しましたよっていうことがね、わかりました。どうなんだろうな。でもこの状態で見てると、やっぱりね、この値段的にね、この値段が今後、こう、今高い値段ね、売れてないじゃないですか。
まあ、大体3000円近辺のものが売れてる。だから合わせて6000円ぐらいだと売れてるんだけど、まあ、それより上だとちょっとまだ売れてないんだけど、これはと、こう、どうしても欲しい、買えないって人がここで買うとなると、もっと高い値段でやり取りされるか、もう少し時間が経ってから売れなくてこう値段下げていくね場合があるか、まあそういう感じになるんだと思うんですけども、ちょっとね、なんとなくこう、もしかしたらピンときたのでね、調べてみました。はい。まあ、ちなみにね、僕自身はプレイステーションのバッグでこういうのね、興味がまあ正直あんまないんですよ。というのも、もうだいぶ前なんですけども、こうプレイステーションのバッグ持ってるんですよ。もっとね、しっかりしたやつ。ね、ちゃんとここから開くんですよ。まあいいんだけど、まあこうバッグ持ってるんだけど、さっき調べてみたんだよ、これ。あ、別にメルカリとかで売ってるかじゃなくて、ソニーさんのサイト見たらね、これ、僕はね、この値段でもっと高かった気がするんだけど、この公式サイト見るとね、2797円税抜きって書かれてんだよね。まあ、税込みでも、まあ、3000円ちょいでしょ。そんな値段だ、もう少し高かった気がするんだけど、ね、下手するとメルカリでね、ポーチを買うよりも安いじゃないですか。あれ、そんなだったかな、まあ、と思ったんだけど、まあ、とりあえずね、まあ、プレイステーションの、こう、本体の形した何かっていうのはね、出る機会ね、また、ね、まあ、長いタイミング見ればね、まだ他にもね、ある可能性があるから、あんま無理して今回の商品買わなくてもいいんじゃないかな、と。まあ、あれですよ、お店で新品をね、買うんだったらいいんですよ。ただ、なんかこう、わざわざ、こう、まあ、メルカリだ、ヤフオクだ、みたいなね、ところで、こう、無理やりね、買う必要はないんじゃないかな、というところで、皆さんはね、こう、抑えて、抑えて、っていうところをね、一応、こう、生活上ね、抑えて、抑えて、で、次は新しい情報はね、早めに手に入れましょう、ということを、まあ、お伝えしようと思って、この動画を作りました。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。